OK! じゃあ今回もいろいろと PK の方プレイしていこうかな。今何出てんだ？おお、やっぱストーリー進めたので結構追加されてますね。今んとこはこのチュートリアル、で、ナンバー1、ナンバー2、ナンバー4の方をプレイしました。ナンバー3が出てないので、ちょっとそこは飛ばして、じゃあまずは0の5、こちらの方やっていきましょうかね。じゃあキャラクターまずは自分のキャラクターで、サポートメンバーには悟空と、そしてやっぱベジータの2人にいるでしょう。物騒なこと言うね。ぶっ潰してやるて。怖い言い方だよ。やめて、ベジータ。子供が見てるんですよ。お願いしますよ。すごい物騒だからね。はい。強襲サイヤ戦隊ですね。成功条件はラディッツ、ナッパ、ベジータを倒す。失敗条件はこちらの参加メンバーがゼロ。制限時間経過でね、失敗になるので要注意ですね。おお、サイバーマンもいるじゃん。えい、まずはサイバーマンから倒していこうかな。えい、ゲッチュ。ギャリックホー、いメテオ、あれだだだだ、ちょっとグダグダが続くね。なかなか技が使えない。ゲージが溜まってないんだね。メテオクラッシュ、ダダ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 ダ、おいおい、ゲチュ、サイバーマン倒しました。どこだどこだ、ラディッツ、ラディッツ、ラディッツかも、止まれラディッツ。ラディッツ止まることを覚えろ。ノノノノノ、ダメダメダメ。えい、なんだ今の戦闘力。特定のキャラクターを出すとこういう会話パートが増えていくんですよね。今ベジータとラディッツの珍しい戦いなので、そういう時なんか増えてるんですよね。あー、ラディッツめんどくさい。 OK、 配置しねえ。あー、うちダメ、これがうざいんだよな。ダメ、誰が飛ばしやがった、バカ野郎。俺のメテオスラッシュ食らえや。ボコボコにするからさ、悟空もベジータも遠慮っていうの知らないからね。ギャリック、ホーレイ、倒したか、何倒してない、バカな。俺のギャリックホーレイしすぎでしょ。ゲチュゲチュ、ホー、倒したね。チクショー、チクショー、すごいおらんでるね。さて、ラディッツの方は倒したんで、次のステージ行きましょう。あ、なんかいる、何これ、なんかいるよ、誰だ。修行中のテンパト隊に、戦いを挑まれました。行きましょう、戦いましょう。オンラインの方かな。ノッノッ、やりこーウェイ。ボコボコにしていきましょうよ。修行中ね、俺が相手を修行、バカ野郎、ボコボコにしてやるぜ。関係ないからね、修行だろうが何だろうがボコボコにしてやるぜ。素材アイテム倒しました。あ、ベジータ褒められた。素材アイテム入手しましたね。さて、次のとこに行きましょう。あ、ラディッツは倒したからね、次は、おー、ナッパか次。オッケー、ナッパですね。ナッパ結構強いから要注意だよ。まずはサイヤなんか倒していこうかな。だだ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 だ、どっちが勝った、えい。おら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 。悟空はナッパ頼む。悟空、ベジータ、ナッパ頼むよ。俺がこのザコを倒す。喧嘩しとるね。ベジータとナッパの戦いいいじゃないか。確かに関係ないね。関係ないね。プライドとかなくなるからね、ベジータ。普通に地球で家族作るからね、ベジータ。プライドとかもはやもう何にもないからね。OK! ナッパさんが自分で言うのが怖いわ。このサイヤ人部族、あれだろ、プライド高いやつ大きいだろ、ナルシストかよ。ほとんどのやつナルシストだよ。おいおいおい、ベジータをボコボコにするなよ。ベジータ俺の師匠でもありますからね。ノッ、ダメ、ガードしとくんだったら失敗した。ノッ、後ろ捉えた、まずい、ガード、えい、なめるな。おいおい、いいね、ボコボコ大作戦だ。ナッパごめんね、ハゲごめん、ハゲは遠慮なくボコボコにするから、関係ないから、まあ、ハゲだろうがなんだろうがボコボコにするから。ノーン、行き過ぎた。ゲッチュ倒したね。戦闘民族サイヤ人がやられちまうとは。ごめんなさいね、ナッパ。どこだ、どこにある。あ、こっちか、こっちか。オッケーオッケーオッケー。あ、なんかヤムチャいるね。なんでヤムチャいんの、謎のヤムチャ。なぜに？オッケーオッケー、倒していこうか。ヤムチャどうした？ヤムチャ？あ、ごめん。せめて俺の気を使ってくれないか？え？すまないが、俺じゃ役に立ちそうもない。どういうことだ？役に立てや。絶対奴は倒してくれよ。頼んだぞ。ほうほうほう、元気カプセル S を使用した。あー、
こうやって仲間のキャラクターが出てきてくれて体力を回復してくれるんだね。非常にありがたいね。行きましょう。ヤムチャありがとう。回復してくれるとは思わなかった。でもお前も一応 Z 戦士だからね。戦おう。戦いもせずに逃げるが最悪だぞ。おお、ベジータ来た。ベジータ、ベジータ。オッケー。見せてやろう。3人でボコボコにしてやるぞ、ベジータ。圧倒的パワーしな。ノーン、ダメ。ノーン。なあ。ベジータボコボコされるよ。ベジータ VS ベジータ、なかなかシュールな映像だね。どうなってやがる。何？後ろを取られた。まずい。いやー。悟空と共にすごいボコボコされたね。ノン、ダメ。ベジータがベジータボコボコしてる。多分。えい、ナイス悟空カメハメハ。そして俺はメジャースラッシュで行こうかな。ゲッチュ。やりく、何バカな。ゲッチュ、メテオブロー、パーン。どこに行く、ベジータ、すごい勢いで下に行くね。えい。ベジータ早く立つんだ。ベジータすぐに立て。なんダメ。よしあとちょっと。ああ、ははは、近距離カメハメハやめてあげて。あとちょっと。えい、倒した。ナイス、ベジータ倒しましたね。お、乱入、まずい。なんか来た。何乱入。大猿とか言うなよ。わーお、誰だ。ナッパとラジッツまた来たね。どういうこと。なんでこの二人が乱入してくんの。同時か。えい、えい、ゲッチュー。ちょっとめんどくさいよ、やられないようにね。倒していこう。技を入手した。ベジータ復活。世界で一番強いんだぞ。わーお、3人復活か。マジで。まずい。なに、お前ガードすんじゃねえ。ふざけんな。ギャリック砲じゃハゲ。ウザザ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 。オッケー、ゲッチュ。えい、まずはラディッシュ狙いでいこう。なに、後ろ。そう、ガードが腹立つわ。ウザザ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 。オッケー。ナッパ何してんの。ナッパ戦ってる、ちゃんと。えい、ごちゃでーす。ゲッチュ倒した。そう、俺がやられるとあってもう何度も倒してる。ベジータ、ベジータ VS ピーマン、いいでしょう。ベジータかかってこいや。あれれ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 れ、頭を冷やせ。オッケー、ゲッチュごちゃでーす。そして、最後ナッパ、ナッパボコボコでいくよ。しょいな。何、どこに行く。近距離ギャリック砲。ゲッチュメテオブロー、ベース。あ、フルパワーエネルギー弾はまだ使えないね。あーの、間違った。ここでメテオスラッシュ使っても意味ないからね。だだだだだだだ、ダメ。後ろ、ゲッチュ。ああ、下に落ちてきた。ナッパボコボコ大作戦の、ダメ。後ろじゃ、バカ野郎、クソナッパハゲ。後ろじゃ、後ろ見、あしゃ、後ろに何でも現れるよ。後ろに何でも呼んでいる。群れ戻ってた大きで。イエーイ、技を入手、いいね。何入手したの。何ゲッチュ、技入手したね。ランクは、そうだ、よっしゃ、 S ランク。いや、でも Z 取れなかった。 Z 欲しかったね。 Z はちょっと時間かかりすぎかな。はい、レベルアップですね。おー、何アイテム。サタンバッチコモ。ほう。技は、回避アクション、爆破、必殺技、アームクラッシュ。わーわー。誰の技なんだろうね。よくわかりませんが。またまた技をゲッチュいたしました。じゃあ引き続き PQ やっていきましょう。じゃあ次の PQ はね、これですね。07ですね。これも6がちょっと抜けてますが。弾けて混ざれ。これでいいでしょう。
今回も自分のキャラクター、そして悟空で、どうしようかな。新キャラクターなんかいるか、ベジータでいいかな。覚悟はいいか。いいです。えい、弾けてマザーできたよ。大猿ベジータを倒すことが目標なのか、マジで？いきなり？いきなり大猿？どこにいる？大猿ベジータではないよな。ダメ！ボコされる！こんなとこでボコボコにされてたまるか。えい！あ、今回は大猿ベジータとの対決になるんだね。じゃあベジータ狙いでまずはやっていこう。ベジータどこに行く？俺いるぜ。俺いるのに他のキャラクターの人に行こうとしてね。えいー、ベジータ、あ、サイバーマンいるんだね。サイバーマンいるのは気がつかなかったな。サイバーマンは悟空に任せようかな。えいベジータすごいキレてるね。オッケー、やりこう。この段階でね、ちょっとダメージ食らいすぎるのは要注意だからね。この後大猿ベジータとの戦いが控えてるんで、大猿ベジータ油断するとすぐやられるからね。ストーリーモードで戦ってるんですけど、攻撃力はバカみたいに高いんで。よっしゃ、えいー、なん、ダメ、後ろ取った。ベジータ後ろ、後ろです。私後ろいます。なになに、スーパーガードか。もうダメ、間違った。うわー、うち、ちょっとミスが続くなあ。うち、ダメ。よし、ガードはなんだか崩した。倒したか、まだか、まだ微妙に残ってる。のミスる。あ、うち、あかん。ちょっと待て、あうち、あー、ダメ。操作ミスでかなりのダメージ受けたな今。何？ 15 万？こっち倒さないとダメ？めんどくせえな、こいつ。どこいんの？なんでこっち来ねえの？どこにいんだよ、めんどくせえ。こっち来いや、ハゲ。お前何しとんねん。えいえい、ごちゃです。なかなかやるな。今のは聞いたぞ。なん？ゲッチェ倒したね、ようやくか。気を抜くなよ。戦いはまだ終わっちゃいない。お前が言う、お前に言われなくても分かってるわ。え、どっちだ？次あっち行こうか。オッケー、ここはなんだ？ラディッツか。カイワレマンとラディッツ。オッケー、まずはカイワレマンから倒していこうか。ノン、ダメ！出て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 、おいえ。ザコは滅びろ。どこに行く？飛ぶな、ハゲ。ザコは滅びにかい。ベジータ飛ばすな、バカ野郎。お前がサッカー邪魔しちゃって倒せねえじゃねえか。ふざけんなよ。いつまでも俺を舐めていると後悔することになる。15万オッケー、またです。そしてもう一発、ワンモアタイム。へへへへへ、ゲッチュ。15万倒した。次はドイツだ。ラディッツはお前だ。地球で育った孫悟空だ。ボコボコしてやるぜ。アウイエス。なんだめ、なんだ今の戦闘力は。今更すぎないそれ。ほんと結構今更問題だね。ラディッツ今更すぎる。あー、うちダメ。えい、え、何急に止まった。嘘でしょ。謎の止まり現象、ふざけんな。あー、うち動けない。誰か私を助けてくれ。えい、ゲッチュで、フォン、いいねー。あ、だだ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 だ。よし、ラディッツ倒したね。次行こうか。この俺が、やられる。もういい、もうそれめんどくさいからいいや。え、こっちで合ってんの？こっち行こうか。合ってる？違うかな？これ元のステージ戻るかな？おる？力が悟空同士だ。ちょっと待てよ。悟空がやられ、毒状態、ポイズン状態に入ってんのか？次はナッパか。まずはサイバーマンが倒していきましょう。おいえ、俺に逆らうつもりか、ナッパ。いくだ、俺に逆らうつもりか。ベジータに逆らったら知らんぞ。うわ、まずいな。仲間がやられるとどうやらことになるからね。オッケーオッケー、仲間がやられる前に倒さないと。あー、でもこの体力だと大猿の時無理かな。ちょっと早く倒そうか。えい、
大皿は本当ものすごいダメージ食らうからね。ぬぬぬぬぬ、ナッパやめるんだ、ナッパやめろ。オッケー、後ろ取った、後ろ取った、俺に怖いものなーに。あっ、ゲッチュ、あっ、ゲッチュ、あうち、おーいえ、おーいえ、そしておーいえ、おー、立ち上がるクソラッパー、おー、まだまだ戦いは続くぞ、ベイベー、よろしくね、よろしく、よろしく、よろしく、イエース、倒した、倒した、まだいんのか、コピーマンね、うっ、ゲッチュ、そして、マギーン、キヨ決定だね。うわー、来たよ、大猿ベジータ。こうなったら、醜くて嫌だが、大猿に変身してぶっ飛ばしてやる。これ仲間が体力ゼロになるとゲームオーバーだからね。この俺様の大猿は半端な強さじゃないぞ。あー、まずいな、元気カプセルないからね。どうしよう、大猿ベジータ、味方がやられるぞ、このままだと。悟空頼む、耐えてくれ、なんとか逃げろ。これで貴様はもう終わりだ。危ない、危ない、ダメ。オッケーオッケーオッケー、今チャンス、今ダメージ与えないとね。オッケー、あー、ダメだダメだダメだ、戻る、あー、まずい、悟空やられる。ノン、ダメ、悟空やられる、あかん、悟空耐えろよ、悟空、あかん、悟空が、悟空の体力がない。おらおらおら、頼む、ベジータを止めろ、まずは。よし、止まった止まった、今チャンス、今チャンス、でで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 、早く早く倒れて、ベジータベジータ空気読んで、ああ、まだだまだだ、悟空がやられちゃう。 HP 半分までは来たからね。ノン、まずい、悟空逃げとけよ、悟空来るな、悟空来るな、バカ野郎、悟空逃げるんだ、悟空なぜに逃げない。よしよしよし、倒れてる倒れてる、今チャンス、今チャンス、今チャンス、あぶぶぶ、攻撃攻撃、みんな今攻撃しよう、あー、まだか、あと1回かな、くらえ、わお、ノン、ダメ、ノン、ダメ、あー、悟空が、本当に強いんだ。ああ、味方倒れても大丈夫なの？力はそんなものか。危ない。わお、まずいな。もう、わあ、はめられたー。もう最悪だー。まだ力出し切っちゃいねえはずだ。助けてくれ、誰か頼むよ。ベジータ、ベジータナイス。ベジータ、早く早く、ベジータ早く。オッケー、オッケー、来るよ来るよ。オッケーナイス。HP1 で復活したね。動けない動けない。よし。え、ちょっと待って。よしよしよ、目覚めたね。ベジータが優秀すぎて何とも言えない。オッケーオッケーオッケー、ゆっくりゆっくり慎重に、ノン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 、どこも攻撃してる、バカ野郎バカ野郎バカ野郎、 What？ 何のダメージだい、ちょっと待てちょっと待てちょっと待て、オッケー、なんとか逃げたった、うわ危ない、ベジータが優秀すぎるね、仲間を助けてくれるよ、そんなベジータ俺知らない。よし、今チャンス、今チャンス、今チャンス。頼む、倒れろ。なんとかクリアする。よっしゃー、ギリギリセーフ、危ねー。一回やられたけどね。一回やられて、これ難しいわ。これむずいね。大猿が強すぎて、味方も結構やられたし、これランク低いだろうね。どうした、うわー、ランク B だ。最悪だね。申し訳ない。今回かなり低いランクでしたね。アイテムは元気のかけらを手に入れましたね。技はウィークエンド、ブレイクキャノンの2つですね。究極技、わお、皆さん、私、究極技の手に入れました。やばいね。また一つ強くなる。私は神になる。じゃあ早速ですが、これね、じゃあカスタマイズで究極技の方つけていきましょう。使用技ですね。現在は2つの、2つの究極技がついてますが、じゃあブレイクキャノン。溜めた、技力を、口から発射する。口から、いや、それ、いや、かっこ悪い。ウィークエンド。2本の強力な、あ、いいね。
あ、これでいいでしょう。じゃあ、ウィークエンド、これで OK ね。じゃあ、次の PQ で最後にしていきましょう。3つ目の PQ ですね。ちょっと体力回復アイテム買っていった方がいいかと思ったんですが、ちょっとめんどくさいんでいいでしょう。今のまんまでやっていこう。じゃあ、最後はね、こちらになりますね。08ですね。ナメック星のドラゴンボール。こちらをプレイしていきましょう。今回も自分のオリジナルキャラクター。いや、待てよ。ちょっと、あ、いいか。自分のオリジナルキャラクター、悟空、そして、ベジータでいいでしょう。今回はでもちょっと簡単かもしれないね。敵のラン見ましたけど、ザコしかいなかったね。ザコだけならいいや。ナメック星のドラゴンボール。3つのドラゴンボールを回収する。失敗条件は参加メンバー全員の体力がゼロになることですね。オッケー。行こう。3つのドラゴンボール。あ、1つ発見。負けたら承知せんぞ。1つ発見。絶対に勝て。ゲッチュ。これどうするの？このエリアに散らばったドラゴンボールを集めてきてください。わかりました。手に入れたドラゴンボールをタイムマシンに持って帰ってください。オッケーオッケー。タイムマシンこれか。これに届けるのね。回収。ドラゴンボールを転送しました。残りのドラゴンボールを集めてきてください。二つ目どこあんの？このレーダーに映るのかな。近くに来たらどこだ。敵を倒さないとダメ。あら、ちょっと高く上がろうか。どこにある？反応、こう反応ないよな。まあいいや、とりあえず敵倒そうか、グルド。もしかしたらこいつが持ってるかもしれない。かもね。こいつのどこにこれほどのパワーが隠されている。いやいやいや、お前が弱いだって。の、ダメ、助けて。わーお、なんだこいつ、腹立つ技使ってくるな。動きを止めてドラゴンボールらしくない。なんじゃだ、腹立つ。ゲッチュー、パン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 。へい、調子に乗り上がって。そろそろ時間を止めてやるよ。不幸なこと言い出した。ホーウェイ、エネルギーの消耗があまりにも大きすぎる。どうした、さっきまでの伊勢はどうした。グルド、お前の顔すげえ。ちょ、エイ、連打が続くね。あら、持ってなかったね。誰持ってんの？どこにあんの？ちょっといろいろと回ろうか。あ、反応あった今。上か？あ、上はこれ以上いけない。ちょっと待って、ドラゴンボールどこあんの？これめちゃくちゃ時間かかるぞ。あ、反応あるね。下、あ、下か？下行ってみようか。こいつが持ってんのか？なんか反応あるよね、2個。あ、やっぱこいつ、あ、これ敵の反応じゃない？合ってんのかどうかわかんないけど。まあいいや、とりあえずこいつ倒してみよう。あ、グルド倒さなくてよかったんじゃない？それなら。OK。ちょっと怖かねえんだ。あら、ドラゴンボールどこあんだ？あ、落ちてきた、落ちてきた。ナイス。回収、回収、回収。あ、二つ持ってるね。あ、またあいつ拾いやがった。敵が持ってるんだね。腹立つわ。取るなよ。オッケーオッケー。まず一つは、こちら持っていきましょう。二つ目ですね。かなり時間かかったな。誰が持ってるのかわからないからね。あと少しです。オッケー。頑張ってください。あ、今回はこんな感じなのかな。ザコが持ってて、それを倒していくって感じかな。あ、もう、落ちてるじゃん、落ちてるじゃん。あ、よかったよかったよかった。じゃあもう倒さなくていいね。ゴール目指しましょう。おお、オーケー。上昇、上昇、上昇。あれ、どこ行ってる俺。俺、どこ行ってんだ。はいはいはい。はい、来ました。ドラゴンボール3つ目。回収ですね。ミッション終了。あ、何しとんねん、お前。俺クリアしたやろ、バカ野郎。ふざけんじゃねえ。新たなドラゴンボールの反応？マジで？オーケー。どこだ、どこだ。まず1つ目。わーお、リクーム来た。これ、義乳特戦隊来るパターンか。ちょっと待てよ。あ、反応あるね。この丸っこいのがあれだよね。ってことはまたこいつロベリーが持ってんのかな。持ってるね。あ、持ってるね、あれ。遊ぼうぜ。サイヤ人を舐めるなよ。あ、落ちてる落ちてる落ちてる。ちょっと待て。待てよ待てよ待てよ。あの、また拾われた、バカ野郎。離せ。ノン。アウチ、ガードが腹立つ。落とせつくな、てめえふざけんなよ、おい。てめえふざけんなよ、なかなかふざけてるね。はい、しろ。ミッション早くクリアしてんだ。リクーム、
ゃ、まずロベリーを倒す。ザコが多すぎる、ザコが多すぎるな。オッケー倒した。さて開始開始開始、ゲチュ、そしてすぐ行く、すぐ逃げる。オッケードラゴンボールは渡さんぞ。ベジータ悟空耐えてくれよ、リクムくらいなら倒せるだろう。うわすごい、後ろからすごい勢いで来てるよ、マジだよ、すごい勢いで後ろから来てんだけど、はい怖い怖い、よっしゃ回収成功。リクム、お前はあっちに来てるはげ。さて3つ目回収、4つ目ね。やるじゃない、やるじゃないじゃないんだよ。うわこれめんどくさいよ、かなりかなりめんどくさい。こっちどこ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 、反応あるよね、この辺だ。えっ、あこっちか、なかなかいい。どこだどこだどこだ、早くしろ、時間ねえんだ時間ねえんだ。どこ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 、あこの球根畑、あったあったあった、わかりにくいわかりにくい、実にわかりにくいとこ落ちてるね。これって2個回収できねえの、1個だけ、1個だけ。今のは聞いたぞ、もう1個発見、あ、2個回収できるね。オッケーオッケーオッケー。そうだよね。こんな体してて2個持てないっておかしいもんね。それちょっと話が変わってくるよ。オッケー、一気に2個回収ですよ。うわ、これめんどくせえな。時間かかりすぎた。申し訳ないね。これも多分 S ランク、Z ランク取れないね。思ったよりやるじゃないの。やるじゃない。ちょっとキャラクター変わってるじゃない。オッケー、ドラゴンボール回収。あと3つ。あら反応がある。リクームが持ってんのか、あ、リクームか。リクームで合ってる、あ、リクームが持ってるっぽいね。違う、これ敵倒しても出てくるんだよね、ドラゴンボールって。ちょっとリクームを倒してみようか。頭きちゃったじゃない、アーノン、ダメ、アウチ、ここもソーサムス、死ね、リクーム、クリンパン死ね、言いにくい名前だ。あーどこに行く、めんどくせえ、どこに行く、動きすぎる、えい、悟空になんか恨みあんのかっていうくらい悟空の強いですね。ちょっと待てよ、あーうちダメ、ゲチュ、オッケー、ドラゴンボールは、あれはドラゴンボールねえな、やろちょっと待て、こいつか、こいつ持ってるの、あの横から攻撃してんのどうやって、あーもう逃げるなこいつ、腹立つわ、ザコが、お前も戦士ならば逃げるな卑怯者。オッケー、ドラゴンボールある、見えない見えない見えない、あれないね、この辺反応あんの、何なの、あ、敵の反応？ちょっと回ってみようか。まずいな、CP と戦ってる間やられるね。あったあったあった！勘違いだ！うわぁ、ボンミスじゃん！かなり時間かかったね。最悪！こんなの時間かかるようなミッションじゃないけどね。真下になったんだね。やっぱ敵関係ないね。敵は倒さなくてもいいんだね。あー、でもこれ時間かかった。申し訳ないね。かなりグダグダ続いたね。何ランク？少しはマシな動きができる。 A ランクか。いやこれでもかなり、でもこれかなり早い段階でクリアできるよ本当に。今回ちょっと時間かかったけどね、2度目はかなり簡単できますね。はい、必殺技と究極技手に入れましたね。リクームの技ですね。まあ倒しておいてよかったね。うん、はい、てなわけで今回はこれにて実況終了したいと思います。今回 PQ を3つほどプレイいたしました。次回もね、いろいろ PQ クエストクリアしていきたいと思いますので、もしよかったら見てね。じゃあバイバイキーン。